ウィリアム・ラー&、ウィリアム・ラーンド&、ウィリアム・ラーなど、1872年12月30日から1926年12月16日は、アメリカ・ニュージャージー州サミット出身の男子テニス選手。フルネームは、ウィリアム・オーガスタス・ラーなど、ウィリアム・オーガスタス・ラーンドという、ビル・ラー&、ド、ビル・ラーなどとも呼ばれる。コーネル大学卒業。右利きで、体格は、 身長 180cm、体重 77kg。全米選手権男子シングルス優勝7回は、現在も大会歴代1位大記録。グランドスラム優勝7回は1925年にビル・チルデンに抜かれるまでは歴代1位大記録だった。 アメリカ人のテニス選手として最も早くウィンブルドン選手権に遠征した選手の一人でもあり、1896年と1905年の二度ウィンブルドンに出場した。1900年から始まった男子テニス国別対抗戦デビスカップにおいても黎明期のアメリカチームをリードした。彼のテニスはサイドラインギリギリに決める正確なグラウンドストローク中心に 攻撃的なオールラウンドプレーを得意にした。ラウンドは1891年から全米選手権に出場し始め、1892年に初めて男子シングルスのチャレンジラウンド挑戦者決定戦に進出した。初期の全米選手権はチャレンジラウンドからオールカマーズファイナル大会前年優勝者とチャレンジラウンド勝者で優勝を争う上の流れで優勝者を決定した。 ラウンドは最初のチャレンジラウンド決勝でフレッドホビーに敗れ大会前年優勝者オリバー・ギャンベルへの挑戦権を逃した。1894年から1896年まで彼は3年連続でチャレンジラウンド決勝の壁にぶつかる。1896年にウィンブルドン選手権に初遠征し男子シングルスのベスト8に入った。最初のウィンブルドン準々決勝で ラウンドは、ハーバーとバデリーに6から3、6から3、4から6、4から6、3から6の逆転負けを喫した。イギリス人以外の選手が、ウィンブルドンの男子シングルスで8強以上に進んだは、1885年のジェームズ・ドワイト、アメリカ、ベスト4入り、1890年のディーン・ミラー、アメリカに続く3人目の快挙であった。 1898年に起きた、米西戦争で、ラーンドは、セオドアルーズベルト、後のアメリカ第26代大統領が結成した、志願兵組織、ラフライダーズ、ラフライダースの一員として、キューバに赴いた。テニス選手では、全米選手権で1893年、1894年、1896年、1897年に4勝を挙げたロバート・レンも、 ラフライダーズに参加した。ラウンドは、その従軍期間中に、リウマチネツに感染し、これが彼の後の人生に暗い影を落とすことになる。米政戦争から帰還した2年後、ラウンドは1900年の全米選手権で、チャレンジラウンドの勝者となり、9度目の挑戦で初めて、オールカマーズファイナルに勝ち進んだ。4年ぶり5度目のチャレンジラウンド決勝で、ラウンドは、ジョージレーン。 ロバート・レンの弟に勝ち、大会前年優勝者、マルコム・ホイットマンへの挑戦権を得たが、初進出のオールカマーズファイナルではホイットマンに、4から6、6から1、2から6、2から6で敗れて、準優勝になった。1901年の全米選手権は、前年度優勝者、ホイットマンの大会不参加により、オールカマーズファイナルがなくなり、 チャレンジラウンド決勝の結果が優勝記録表に記載された。大会前年優勝者は自動的にオールカマーズファイナルに出場できた点が現在のシステムとの相違点である。1901年のチャレンジラウンド決勝でラウンドはビールズライトを6から2、6から8、6から4、6から4で破り28歳で初優勝を果たした。年のラウンドは 大会前年優勝者としてチャレンジラウンド勝者を待つ立場になったが、ここでイギリスの強豪選手、レジナルド・ドハティ、兄弟テニス選手の2位が勝ち上がってきた。ラウンドはレジナルドを4から6、6から2、6から4、8から6で破り、この年はタイトルを防衛したが、1903年のチャレンジラウンド勝者となったローレンス・ドハティ、レジナルドの弟には0から6、 3から6、8から10で敗れ、大会3連覇を逃した。ローレンス・ドハティは、全米選手権の男子シングルスで、最初の外国人優勝者になる。それから5年後の1907年まで、ラウンドは、全米選手権のタイトルを奪還できなかった。男子テニス国別対抗戦、デビスカップは1900年から始まり、ウィリアム・ラウンドは、 第2回大会の1902年から1911年まで、黎明期のアメリカチームの一員として活躍した。最初期のデビスカップは、アメリカとイギリスの2カ国だけで争われ、ラウンドは、デハイで、ドハティ兄弟と何度か、顔を合わせた。1905年から、デビスカップ3カ国に、フランス、ベルギー、オーストラレーシア、当時のチーム名、 オーストラリアとニュージーランドの連合チームが加わり、ランドは初めてイギリス人以外の外国選手と対戦する機会を得た。1905年の対オーストラレーシア戦で、ランドはノーマン・ブルックスとアンソニー・ワイルディングの両選手にストレート値を収めた。それから現役引退までの間、彼はイギリス人以外の外国選手と対戦する機会は非常に少なかった。 1905年、ラーンドは9年ぶり2度目のウィンブルドン選手権に遠征した。シングルスでは準々決勝でシドニー・スミスに敗れ、1896年の初出場と同じ成績だった。この大会では、同じアメリカのウィリアム・クローシャーと男子ダブルスのペアを組み、準決勝まで勝ち進んでいる。ラーンドとクローシャーは男子ダブルス準決勝で、 オーストラリアペアのノーン・ブルックスアルフレッド・ダンロップ組に4から6、0から6、6から2、1から6で敗退した。ウィンブルドン選手権に引き続いて、ロンドン市内でデビスカップが開かれ、ラウンドは対オーストラレーシア戦でブルックスに雪辱を果たすが、イギリスとの決勝戦ではシドニー・スミスとローレンス・ドハティに乾杯してしまう。 1907年の全米選手権で、ラウンドは5年ぶりに、男子シングルスのタイトルを奪回した。大会前年優勝者、ウィリアム・クローシャーの不参加により、チャレンジラウンド決勝で優勝を争い、ラウンドは、ロバート・ジュロイを破って5年ぶり3度目の優勝を果たす。それから彼は1911年まで、オールカマーズファイナルで勝ち続け、大会後連覇を達成した。彼の前に倒れた。 チャレンジラウンド勝者は、1908年はビールズ・ライト、1909年はクローシャー、1910年はトーマス・バンディ、1911年はモーリス・マクローリンであった。マクローリンを6から4、6から4、6から2で破った1911年の優勝により、ラウンドは全米選手権通算7勝目と38歳の 男子シングルスの最年長優勝記録を樹立した。全米選手権男子シングルス7章はリチャード・シアーズ同選手権の初代優勝者第1回第7回大会を連覇とビル・ジルデン1920年から1925年に大会6連覇1929年に最後の優勝と並ぶ大会歴代1位大記録となった。なお、 男子シングルスでは1911年大会を最後にチャレンジラウンドとオールカマーズファイナルが廃止され、ラウンド引退後の1912年からすべての選手が1回戦からトーナメントを行う現行の方式に改められた。女子シングルスでは男子に7年遅れて1919 19年に旧方式が廃止された。1911年のデビスカップ決勝戦は、 年末年始をまたいで1912年1月1日から3日に行われた。ラーアシングルス第2試合で、オーストラレーシア代表選手のロドニー・ヒース、第1回全豪選手権男シングルス優勝者に、6から2、1から6、5から7、2から6で敗れ、アメリカチームもオーストラレーシアに4戦全敗を、喫した。1898年の米西戦争中軍時に、 感染したリウマチ熱の症状が現れ、彼はこのデビスカップ戦敗退を最後に39歳で現役引退を余儀なくされた。競技テニスからの引退後、ラーンドは1922年に鉄製フレームのテニスラケットを発明し、ラケットの販売会社を設立した。リウマチ熱の症状はさらに悪化し、最後は脊髄膜炎で体が麻痺し始めた。 病状悪化に絶望した彼は54歳の誕生日を迎える2週間前の1926年12月16日にニューヨークの自宅でピストル自殺した1954年に国際テニス殿堂が設立されウィリアム・ランドは1956年に第2回の殿堂入りを果たしている彼は全米選手権出場十九回の記録も打ち立てたが後に ジミー・コナーズが1970年から1992年までの間に22回の最多出場記録を樹立し、ラーの記録を80年ぶりに更新した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。